私たちはブラックホールと聞くと、宇宙にぽっかりと開いた穴を思い浮かべます。まるで掃除機のように、何でも吸い込んでしまう暗黒の渦。しかし、実際のブラックホールは穴というよりも、れっきとした天体なのです。ではブラックホールとは一体どんな存在なのでしょうか。ブラックホールは、大質量の恒星が寿命を迎え、超新星爆発を起こした後に誕生します。その中心に残された核が重力崩壊を起こし、極限まで圧縮された結果として生まれるのです。その重力は光でさえ脱出できないほど強力。この境界を事象の地平面と呼びます。事象の地平面の内側では、時間も空間も外の宇宙とは隔絶されてしまうのです。直接観測できないのになぜ存在がわかるのか。それは周囲の星やガスに与える影響からです。ブラックホールに近づいた物質は高速で回転し、摩擦で数百万度にまで加熱されます。その結果、強烈な X 線やガンマ線を放ち、望遠鏡に映し出されるのです。ブラックホールが穴と表現される背景には、アインシュタインの一般相対性理論があります。重い物体は時空を歪める。これは地球のような天体でも同じです。地球の重力緯度は浅く、私たちはロケットで脱出できます。しかしブラックホールは、時空を極端に深く歪めています。その姿をイラストや図で表すと、布に開いた深い穴のように見えるのです。このイメージが広まったことで、ブラックホールは底なしの穴のように語られるようになりました。しかし実際には、空間にぽっかり開いた空洞ではありません。そこには確かに質量が存在し、天体として重力を及ぼしているのです。2019年、世界中の望遠鏡を結んだイベントホライズンテレスコープが、ついにブラックホールの姿を捉えました。それは、乙女座の M87 銀河の中心にある超大質量ブラックホール。画像には、光り輝くガスのリングに囲まれた暗い円、いわゆるブラックホールの影が映し出されました。さらに2022年には、私たちの銀河系の中心に歩いて座 A の影も撮影されています。これにより、ブラックホールは理論上の存在ではなく、確かに宇宙に実在することが証明されました。ただし私たちが見ている黒い部分はブラックホールそのものではありません。光が脱出できないためにできる影、それを私たちは穴のように見ているのです。ブラックホールの内部には何があるのでしょうか。一般相対性理論によれば、中心には特異点があるとされています。そこでは物質の密度が無限大になり、既存の物理法則では説明ができません。ただし、この考えはあくまで数式の結果であり、物理的に無限の密度が存在するのかは疑問が残ります。量子力学を取り入れた理論では、特異点の代わりに極小の領域が想定されることもあります。例えばホログラフィー原理は、ブラックホールの内部情報が事象の地平面に投影されている可能性を示唆しています。つまり内部は消滅の場ではなく、情報の倉庫であるかもしれない。この謎を解明することが、現代物理学の最大の挑戦の一つなのです。一部の理論では、ブラックホールは別の宇宙へつながる窓だと考えられています。ワームホールやホワイトホールとの関連が議論され、もしこれが正しければ、ブラックホールは単なる終点ではなく、宇宙を超えた通路になるかもしれません。もちろん、これらはまだ検証できていない仮説に過ぎません。しかし、ブラックホールが宇宙の外や時間の果てと関わっている可能性は、研究者たちの想像力をかきたて続けています。ブラックホールにも種類があります。恒星が潰れてできる恒星質量ブラックホールは太陽の数倍から数十倍の質量。一方、銀河の中心にある超大質量ブラックホールは太陽の数百万倍から数十億倍にもなります。例えば私たちの銀河の中心に歩いて座 A は太陽の約400万倍の質量を持っています。この巨大なブラックホールが銀河全体の恒星の動きを支配しているのです。さらに近年は恒星質量と超大質量の中間に位置する中間質量ブラックホールの存在も報告されています。これらは銀河の形成過程を理解する上で重要な手がかりになると考えられています。ブラックホールは、
本当に穴なのか。答えは穴ではない。それは超高密度の天体であり、光すら脱出できない領域をまとった存在です。私たちが穴と呼んでいるのは時空の歪みをイメージ化した比喩に過ぎません。実際には質量と重力を持つ宇宙で最も極端な天体の一つなのです。けれどもその影の奥にはまだ人類が知り得ない物理法則が隠されています。ブラックホールは私たちに宇宙とは何か、時間や空間とは何かを問い続ける存在なのです。宇宙の常識をひっくり返すような話題をこれからも毎週紹介していきます。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録して一緒に宇宙の謎を探求していきましょう。それではまた次回。